ちょっと前回がほら前々回か、はい、黒川さんの前が希望に満ちた話だったじゃないですか、はい、ちょっと今回絶望的な話なんだろうけ <laughs> どうすでもねこれ取り上げないわけにいかないの,、はい、あのねその私は日本の公務員は多すぎるとか公務員の給料は高すぎるとかいった論調は嘘ですと長年言い続けてきたのなぜかというと事実だから。うん それとなんか例えばまあ公務員の数についてはさすがにデータが明確に示してるから、はい、多すぎるとは誰も言えないわけ、うん、だと OECD 諸国の中で一番少ないんだもん、うんはい、だ給料については何言ってんだと高級官房の事務次官は2000万年収とかもらえるじゃないかって言われるわけ、まあ、それはそういう人もいるわと、はい、<laughs> 事務次官って <laughs> こ何300万人以上いる公務員の頂点の人たちですからね、うんはい、で特に今問題になってるのは地方公務員の派遣、はい 派遣公務員だよね。そういう方々って月収17万とか16万とかがいい方ですよ、うん、下手したら、はい、で正規の公務員はまあ倍ぐらいもらってるんだけど、はい、別そんな正規の地方公務員にしたって別に豊かっているほどの給料もらってないわけですよ、うん、はいところがやっぱこれルサンチマンっていうのはあまりにも強くてですね、まあ、自分がこう貧困化してしまうと、はい、その安定的であるってだけで公務員許せないみたいな人と結構いるわけですよ、うん でも私はそこでその状況でもいや公務員多すぎるゃうですと公務員給料高すぎるもうですということをこう言い続けてきたわけなんですけどねんでこれ何でかというとからくりわからりってるからなんです特に地方公務員ですちょっと国家公務員ちょっと別のからくりがあるんだけど、はい、地方公務員はこれは小泉政権の時に始まった、まあ、三位一体改革とか言ってましたけど地方交付税の削減です。はい 地方交付税を削減してその地方自治体を財政的に追い詰めていくんです、うん、ほら今中小企業改革で、はい、中小企業の範囲を絞ってそれで支援を受けられないようにしてそれで追い詰めていく首を絞めていくってことをやろうとしてますけど、うん、あれの地方行政版が三民一体改革なんです当時やられてたんやられましたえ今も続いてるよね<ー>今も続いてるはい。そうするとどうなるかってことですよ、はい、そうすると地方自治体はその。 住民に行政サービスを提供する際にそのコストをかけられなくなっていくるんです。うん、だってもともとの財源がないんだから。あの地方自治体は我々と同じ通貨貨幣の利用者であって発行者じゃないから、はい、だからまあ地方債を発行することはできるけどあれ銀行預金借りるんでね銀行預金借りるんで日銀当代預金じゃないんだけど、ねはい、我々と同じなんですよね。うんはい、で当然だからその返さなくちゃいけないんですよ。でさらにデフレで税収上がってこないと。 なるとそこの上地方交付税を減らされたらですね。もう財政的に首絞められていくわけ。うん、それとはどうなるかってことです。どうなるかもう簡単ですよ。もう地方自治体は行政サービス公、公的なサービスを提供することができない。でも提供しないわけにいかないから、はい、民営化ですよね。<ー>はい。で、これが一つ目の論点です、ね。だから水道民営化は完全にこの流れなんですね。はい、で、新たにその水道、日本の水道ビジネスに入った。誰かが儲かると。うん で2つ目の大きなポイントっていうのがやっぱ公務員ですね、はいはい、要は公務員についてちゃんともう正規の給料で雇うっていうことができないできないと <laughs> なるとどうなるかというとそれはまあ仕方ないねってことで派遣公務員にしていくわけですあるいは非正規公務員にしていくわけですすると派遣会社とかが当然儲かるという構造になるんだけど こんなことやってるとその行その自治体の行政サービスの生産能力がどん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 小さくなっていくるじゃないですかはいする、はい、と例えば非常事態の時にもう対応できないよ安全保障上の問題だよって言ってきたんだけどまんま今なっちゃってるわけ、はい、で特にひどかったのがやっぱり大阪府、はい、大阪市なんですよあるいはね大阪なんですよ、うん、なんでかというと自民党も最悪だけど その維新はその和をかけて悪いでとんでもないっていうかそういうビジネスマインドなんですよん禁止やるんで,すで、あのー、先日お越しになられた坂本社長がお友達資本主義って言ったじゃないですか。それイコールお友達政治なんです、はい つまり政治家と仲のいい誰か政商あるいはレントシーー別名竹中平蔵って言うんだけど <laughs> そういう人たちが政治を動かして自分たちのビジネスを最大化するってことをやるようになってくるんです、はい、これは政治の発展途上国家なんですね、うん、はい、はい、で結果非常事態の時に困るんだけどでもね非常事態が起きた時ってよくよく考えてみたら地方公務員減らされました、はい、非常事態が起きました人手がもうないんですよ業政はいさあどうしますか どううなっちゃうんですかそれは民間ビ,ビジネスにこう委託するに決まってるじゃないですかまたおいしいみたいな、はい、すごいでしょこの構造、はい、ということでブログでございますはいもうこのままタイトルで分かると思うけど「<ー>6月14日コロナナがが流行ればパソナが儲うっそ!」と思うかもしれないんだけどいや本当なんだから「あの中小企業改革、はい、あれもそのコロナが起きたとで急強行になって中小企業の経営が悪化したらそれ悪化するわ」と。 じゃあ中小企業改革だとその際にこれ第3次昨年度のね第3次補正予算に組み込まれましたけどもその中小企業同士は合併してきなさいと、はい、経営統合しなさいあるいは新事業に進出してなさいとそれで助成金出せますとそういう予算がついたんですけど、はい、その受付窓口がパソナですからあ<ー>、はい、まあパソナが儲かるとでもねあの中小企業のね経営統合推進の助成金ねあんまり使われてないんだって。 だってこんな時にそんなことやりたいと思いますよ経営者<ー>とりあえず目の前の問題片付けてから将来的にどうしようとか考えたいじゃないですかだからあれほら2020年度の補正予算、まあ、予算が27兆円使われなかったって言ったじゃないですか、まあ、うち5兆円は予備費だからいいんだけどあの残りの部分は、まあ、あれが入ってるわけですよ中小企業の経営統合の助成金、はい、こんな時期にそんなことやる人いるのかと。 言うんだけど、まあ、でもよくむしろ使,使われるなと。であれが使われるとパソナが儲かるという行動になっちゃってる。本来だったら中小企業庁がやるべきなんです公務員が受付すらいいだけで審査してそれで助成金払うところやればいいんだけど、うん、それをパソナみたいなところに委託しちゃうなんでかというと中小企業庁とか経済産業省の公務員が,うがそう少ないからこうならざるを得ないんですよ。ーいやー、はい、見事なお友達政治ですわね、うん、と。 それで、えー、より大変なことになっているのが実はこれなんです。あの時短協力金、はい、飲食店の<ー>で一応言っときますけど今から話すことはこのまあとりあえずこれ収録時点ではまだ東京緊急事態宣言のさなかですけど、ねはい、今の話じゃないんです2月ですあ前,の前の第2回第2次ですね第2次の、えー、その緊急事態宣言で、はい 飲食店が休業要請を受けて、うんで、要請をまあ受けて、それでまあ休業したら、1日1店舗6万円、はい、あの話なんですよ、はい、あれがですね、まあ、1月、3月か2月ってよりに出された、この、えー、時短営業のし、えー、協力金の支援率に異様なバラつきが生じてまして、福岡県はほぼ支給を終えたんですけど、大阪は6割強なんですあのもう3ヶ月経ってんですけど、緊急事態宣言終わって3ヶ月経ってんだけど、うん、払われてないんですよ。へー 大変な状況になってます。はい、はい。支給率なんと64%なんですね。はい。で、えー22月7日分までは78%です。あの他の都道府県は全部90%にいってます。さすがに2月7日までのやつは。はい。で2月8日8日から28日分は549%ということで半分に見たないんですよ<ー>で。民間企業に業務を一括委託したためだそうです。<あ> <laughs> はいこの民間企業ってどうなっ いつものとこですか、まあ、パソナなんでねこの状況はねもうあの社会の崩壊状態をもたらしつつあってこうなってんん当然だけど当然だけど例えば新大阪駅で居酒屋に店舗を営む方はですね日本は先進国だと思っていたが裏切られた気持ちだ先進国じゃないよもうこんなことやってんだから吉村知事の厳しい要請も守ってきたが正直者がバカを見ると痛感している、うん、中小企業を見捨てるのか。 と言ったり、で大阪南の居酒屋三十代店主、この方はですね、協力金第二回分の協力金が五月下旬になっても払われないことに、もう呆れ果てて、うん、もう通常営業営業を再開したそうです。はい、当然ですよ。うん、で、国や府はお願いばかりで店が潰れても責任は取らない。これが俺らの答えです。うん、はい。そうなっちゃいます、ね。なっちゃうに決まってますよね。で、そうするとね、大阪府はその陽性に応じたい飲食店に対して賠料を課す。これ法律でできるようになったの。 30万だったかな、はい、罰金ですよ彼を貸すぞって脅しをしてくるんだけど脅す前にやることでやってくれと本当ですよねはいこれ別に難しい話じゃなくて協力金渡せってことですよ、ね、それすらできないで私はね別に大阪府が悪意を持って協力金の支払いを遅らせてるとは全然思ってません、はい、ああいうこと答え書いてあるんだけど民間委託なんかするからなんです実はですね、えー、大阪府営業時間、うん 短縮協力金の支給に関する要綱というのがあってこう書いてある知事は協力金の支給を決定した時は株式会社パソナを通じて協力金を支払うものとする本当にこう書いてあるんだよ恐ろしいでしょ<ー>で p a s は大阪府営業時間協力金に関わる書類審査および相談コールセンター運営等に関する業務委託というのを受注しました6億8千万円ですそれで あの行政とか一切携わったことがない、はい、大阪府の中の話もよくわからないような200人集めた、うん、それでコールセンターって、うん、でそこにさまざまな協力金の支払い要求来るじゃないですかするとやっぱこう店が本当に実在するのかとかこの店で時短要請の対象になるのかとか営業許可証と確定申告の名前が一致しないとか、まあ、こういうのよくあるわけですよね はい、となるとですね結局パソナの作業者は分かっている府の職員に相談するんだけどなんと府が,府がの担当者は23人だったんです。うん、作業が滞った当たり前だろうとでその後大阪府は相談を受ける府職員を20人に増やしてでさらには府の職員が直接審査するようになったんだって、うん、最初からそうしるよって話なんだけどできないんですよね。なぜかというと橋本徹氏が大阪の、えー、市のあ府ですね府の知事になっていこう。 緊縮もう公務員を目の敵にしてですね削りまくってきたわけですよ、うん、もうリソースがない、はい、大阪府の職員としてはあるいは大阪市の職員としてははいすると結局民間委託って話になってパソナが儲かるっていう構造が作られてるんですすごいでしょ、はい、コロナが流行ればパソナが儲かる風が吹けばみたいな桶歯もかる <laughs> 風が吹いてもケアが儲かるとは限らないんだけどコロナが流行ればパソナ儲がかります確実にに儲かってるじゃないかとこういう構造を作るのがまさにお友達政治なんですどうでしょうかそれってやっぱ防防げげないんですすかまよどうやってだって基本的にこれもそうだけど要は行政が決めてるわけここの部分とかって行政っていうのは要はこの場合は地方自治体大阪府ですよね。大阪府の に声を出す人たちが戦えばいいだけです。<ー>すなわち、不議会議員に、はい、どう考えてもおかしいだろ、これ、うんうん、いうようなことを訴えて、それで行政側を変えるっていうのが、これが民主制の効果なんですよ。でも、ほら、維新だから。はい、あ多数派が今。大阪の。大阪府。はい、大阪市もですよ。だから、黙ってって、黙ってるわけです。はい。ただ、あのー、なんだろうな。それこそ、維新の政治っていうのは。 え坂本社長おっしゃってたように3分の1だけ重視してそこのためだけの政治をやると、はい、いうことはその中にパソナーが入ってるってだけなんですよ。はい、で残りの3分の2の方々はこのように聞いたら怒るでしょど、はい、か怒るんだけどもう議会の多数派を抑えられちゃってると、うん、でもし選挙になりましたと負の,の選挙とか死の選挙になっても確固たる3分の1の支持がある維新っていうのは、まあ、過半数取っちゃうんですよなぜかというと全員が選挙に行くわけじゃないからまさにだからそういう状況だから 大阪都構想と称する大阪市解体構想は棄行したんですよね。そこの政治の部分のも関わってる。はい、なかなか嫌な話でございます、はいはい。私一応言っとくけどね、大阪府の職員の方々責めたいわけじゃないんですよ。はいはい、だって犠牲者ですよ。彼らあるは彼女たちは要は行政というかまあ首長たちよね。首長とか議会の多数派によって、うん、あの散々こう攻撃を受けてきて、はい、それで減ら数減らされて、うん、で。 あの非常事態発生した途端にブワッと業務がつくるわけですよ。どうでしょう。いやまさかってなりますよね。それはねえだろうと思って当然じゃないですか。はいうん、その状況で民間に委託するなんて言ってもこれは無理があるんですよね。ね、うん、でも民間に委託しようとするとパソナなんですよ。これは部が決定しているわけ、うん、だからこれはたまなんだろうなと思います。はい、はい。で同じような構図が大阪まあ大阪は典型なんですけど日本全国のまあ国政だね。 国政でも行われているというのが現状なんですよと。あ、はいうん、別にあれはパソナだけ責めてるわけじゃないですよ。私は基本的にその特定の政、えー、政治家とのこの結びつきによって自分の利益を最大化して国民を苦しめるような政策を推進する企業経営者であったり、はい、学者であったり政治家を批判しているわけです。うん、はい。だからこれ別にあれですよ。あの俺の利益がないからって怒ってるわけじゃないですよ。はい 結局こういうことをやっていくと国内の所得格差どんどん,どんどん拡大して大多数が貧困層になっていくという状況になる、はいうん、それともうナショナリズム成立しないから次の大震災の時に絶対略奪ですよ、うん、今回こそ日本でも、はい、あの東日本大震災の時に東北の方々が略奪とかしなかったということで世界から称えられましたけどもあ,れあの構造崩れますよ 絶対だって怒るでしょ自分は最低賃金なんだけどパソナみたいな会社が竹中平蔵氏が会長を務めてる会社が政治に入っていってチャリンチャン抜いていくの、はい、あの中抜きビジネスも最悪ですよ、ねはい、じゃあお前何の付加価値提供してんだと、はいはい、本来は公務員が提供する付加価値に入ってるわけなんです、うんはい、入ってそこで抜いていってそれで所得を最大化しましたなんていう状況でそのうちみんなが貧困化していったらですよ それは地震とか災害とかが起きた時にはですね略奪に走りますよ恨みもう金が欲しいじゃないね恨みを晴らそうってことで、はいはい、そうすると最終的にどうなるかというと中国のような国家になるね中国はまさにそうですから<ー>中国共産党の政治と結びついた人たちがもうものすごいお金持ちになって超絶的な富豪になって多くの人民はまあ底辺でこう構成してるわけですよ、はい だかからら実際大震災とかあったら普通に役立つですよ、ね、うそれが分かってるから中国人民解放軍ってのがあってあるいは中国国民の軍隊じゃなくて中国共産党の軍隊ってことになる<ー>いざという時は共産党う守るために人民を殺せるそういう国家に日本このままだとなっちゃうなと、はい、思うんですがあの菅内閣になってからその県庁なんですけどいや構造があからさまでしょう <laughs> こういう話って。 誰が悪いんですかと、まあ、究極的には日本国の主権は我々が持ってるんだから日本国民だけどこういう情報がまだ行き渡らないでしょと、はい、だマスコミの問題もありますよねあるいはあの本当に悪いやつっていうのは政治と結びついたレントシーカーたちですよね、はい、あるいはそのレントシーカーの言う通りの政治をやっちゃう政治家たちですよね、うん、でもその政治家を選んでるのは日本国民でしょって言われたらそれまでなんだけど、はい、でもだから、まあ、民主制によってこの構造が成立したんです、うんはい、でこれは悲劇でもあるんだけど同時に希望でもあって だって民主制によって、この構造になっちゃったんだったら、民主制によって変えられるんじゃない。おーおー確かに。<laughs> なんで。それはどうでしょう。はい。<laughs> これがあれですよ。例えば、独裁権、独裁権力者によってやられちゃったら、これはどうにもならない。中国共産党だから無理です、うん。中国、中華人民共和国では無理。うん、でも、日本国は民主制によって変えられて、こんな構造になっちゃったんだから、民主制で変えなくちゃいけない。はい、特に、あのー、もう国政も大事なんですけど、地方行政ですよね。 地方行政においてそのおかしな発想ね特定の誰かのために民営化しましょう、そのためには緊縮財政の方が都合がいいとかね、うん、あるいはデフレが深刻化するとかコロナ恐怖が悪化するのが都合がいいという連中、本当にいるんですから、うんはい、そういうえ特定の横島の連中のビジネスに屈しないで国民の、まあ、あれ、一応言っとけば、前回、黒川さんが来たから言うわけじゃないんだけど、すべての国民を等しく満足させる政策ありませんありません。うん でもできるだけ大多数の方がそれなりに満足するっていうような政策を説明することによってやっていくのがこれが政治家の責任なんですね、はい、うそういういいいことがでできる政治家を選んでいくしかないよね奨、はい、学金のねそのその返済の免除とか,免除とかあるいは大学の費用の国費化全部国費で出しましょうとか、うん、これ全然賛,賛成するんだけど私は、はい、でも考えてみたら私奨学金もらって全額返してるんですわ。 そう考えたら私損するってことになるじゃないですかあ今まで返したのにじゃあ俺が返した分払ってくれるのかそれはないよねさすがにね大体 <laughs> いい自分でいくら返したかも覚えてるんだけど、はいはい、でもそういう感じで不平等なならざるを得ないんです、うん、それでも日本国民が豊かになったらみんな幸せになりますからという形で説明するっていうのがこれが本来は政治家の仕事だと思うんです。<laughs> あと公共投資ね、はい、地方にインフラ整備しましょうってやった時にそれだって例えばどこどこの都道,都道府県で公共投資でインフラ整備決まりましたとで優先順位的に後になっちゃうところあるわけですよ、うん、そこからしてみたらなんで俺が先じゃないのって話になるじゃないですかうん、うん、それでもまずここをやってそのうちつないでみんなが豊かになりますからみたいなこう説明する必要があると思うんですよねでも禁食財政だだったら禁食マインドだと 花から出さないからね <laughs> それはせめて変えようよってことで今頑張って動いてんだけど、ね、まあ確かに変わる手応えっていうのは感じてます、はい、この上でぜひ政治家の皆さんにはいやとりあえずさどんな政策だって不平等なんだからさという現実を見据えた上で、うん、でもここからまずやってそれで次第にこう広がっていけばみんな豊かになりますよっていうこれは正しい事実です国民、はい、経済つながってるからそういうような説明をねしていってほしいんですよそうすればこういうパーソナーが横行するような社会を変えられるかもしれないな と思ってるわけですよ、うん、残念なことにかもしれないななんですけど同時に変えなくちゃいけねえなと思ってます、はい、なぜかというとまあ私はもうあの半世紀行ってるからいいんだけど私の子供とか孫の世代にこの番組を撮っているのはですね 2>,、はい、2月の16日なんですけど、はい、実はあの浜崎先生がこの収録の現場にお越しになる前にですね、はい、びっくりするようなニュースが入ってきたんでまずその話からしたいんですけど。はい 第三次補正予算あるいはその中小企業改革菅内閣がやっているあの中にですね中小企業よと大きくなりなさいと、はい、こ余計な価値観の押し付けなんだけど、はい、中堅企業に成長してなさいっていうですね本当に大きな,な政策が入っててでそ,れそういうような投資するんだったらばまあ助成金とか補助金出しますよっていうのが第三次補正予算の中に入ってたんです、はい、はい、でこれもちろんあの例の M&A の話とか、えー、銀行法改正とか地方銀行の再編とかと絡んでる話なんですけど その第3次補正予算の,その事業再構築、すなわち中小企業が中堅企業に成長するために様々な投資をしなさいという、この政策のですね、事務局にパソナーが決定したと <laughs>。びっくりしちゃいましたけど、こちらでございますね。はい。ということで、パソナーグループがですね、事業再構築補助金についてえまあ全部受け負うんですね。ビジネス的には大体いい400億円。400億円です。このだけで。 なんか固ままってますす、はい、<laughs> 400億円で,すで、まあ、この予算自体は1兆,1兆円単位なんですけどその中の事務手続き部分について400億円受注するということなんですけどこういう政府の事業を受注するような会社の取締役会長が政府の政策決定のプロセスに入ってていいんですかっていうのがこれが重大な問題なんです。もちろん竹中平蔵ですすね成長戦略会議に入っておりますから はい、そこで当然中小企業改革とかが議論されて第3次補正予算に予算が入って、はい、その事務手続きを竹中が会長を務めているパソナがやるというですねすげえな、はい、発展途上国ですね <laughs> 完全にこれそういうことを認めるのが発展途上国ですよということであのまさに今日本日の主役はですね、はいえー、パソナグループ ええ、取締役会会長竹中平蔵さんについてですね。お話を浜崎先生に伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。竹中さんがどんな人間なのかっていうのこうまあ、後継さんにレクチャーしていただきます。はい、だん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 なんかドス黒く汚れて感じまして、はい、やだ、ええ、こういう話ばっかりしてると。もともと人身だったのに、ね、人身の優等生だったのに。<laughs> そうですね。すね多分だから政策的には、僕なんかより、三橋さんも百倍絶対詳しいんですよ。 ただその最近ね読んだ本が面白くて、はい、これちょっと紹介軽くするんですけど、はい、まあこれ有名になった本だね、はい、私も思ってますの竹中平蔵市場と権力」っていう本でこれまあ有名だったんであの結構読んでる人もあるかもしれないんですね素晴らしいノン、えー、フィクションライターだと僕も思いますけど彼自身が日経の最初記者だったんですけど、ねはい、まあそこから独立してフリーになって書いたっていう本で。 これ、文庫になったんですよ。だからまあ文庫になって改めてって言って読んでそれでこのまあ改めてなんていうのかなこの国の30年間の破壊ぶりがね如実にこう迫ってきたんでまあ今日ちょっとご紹介させていただいてもいいかなと思ったんですね。うん、なのでこれあのまあもちろん経済的にも面白いんですけど経済政策的にも面白いんだけどまさに人間論的にも面白いんですよ。うん ね、なんでこんな男ができたのか、はい、という問題で、例えばですね、簡単なことをお聞きしたいのは。はい、竹中平蔵って、悪の権化みたいになってるじゃないですか。世間的にはあ、い、世間的にはね、ここだけが、ネット的には、ねまあ。ネット的にはね、ってるけど、あの顔を見て、悪の権化っぽくな、な、ないでしょうそう、どうなんですか,、ねすか。悪どいかを。

僕思ってるアメリカに日本にしたいだけなんですよ。アメリカにしたい。でなんでかっていうと、本当に彼はアメリカに憧れたんだと思う。うでそのそのアメリカに憧れた人生をずっとまあ歩いてきてそれで出世したんですよ。でそれを多分悪いこととは一個も持ってない。そのことがおそらく日本を。 まあ市場経済を解放してでもってあのアメリカ資本をどうにか入れて、はい、でそれは国賊と言われるかもしれないけど彼としてはですよだってその,ことその方が競争力がつくからと思ってるわけ、うん、でもどうなったかっていうと結局それで僕ら成長を失ったんだけど一方で重要なのはね確かに当時はアメリカさんに入ってほしいって言って規制改革してるわけですよ うんうん、だけど規制改革っていうのはまあ一般性があるわけだから、はい、アメリカさんが入ってくる時はまあ彼としてはいいかもしれないけどこれ中国さんが入ってくるかもしれないわけですね、うん、つまり状況が変わったらでかいやつが来るってことわけですよ、はい、ではっきり言いましょう日本は今日本はのび太なんですよしかもねドラえもんのねそうしかもドラえもんなきのび太なんですよ <laughs> 助かってっつとても誰も助けてくれない,い、はい、でじゃあこの竹中って誰かっていうとマジで洗脳されているスネ夫なんですよ誰に アメリカというジャイアンに。で、それを考えた時にストーンと落ちるわけ。そしたらまあ竹中平蔵の人生論にまでは多分こう辿っていくとそれがよく見えるんじゃないかっていうのが一つ仮説ね。 それで、ちょっと前回の話を続いて言っちゃうと、はい、前回ちょっとあの地方からはおのぼりさんで。東京の大学行って、はい、そこからどう出世していくかってことが、あの五十一年生まれぐらいの。そこのメンタリティーになってんじゃないかって話しましたよね。はいはい、で、ちょっと一節だけ、ちょっと野暮ですけど、少しだけだから、読んでいいですか。はい、これね、面白い一節があるんですよ。これが彼のメンタリティだと思ってもらうと、非常にわかりやすい。例えば。これ、ね、竹中平蔵と非常に肌合いが。 よくあの肌合いがあったというふうに言われているアメリカ時代に、えー、知り合いにあった研究者です、はい、その研究者はこういうことを言ってる、えー、ちょっと読みますね、えー、ちょっと前から読むけどこの時期竹中と同じようにアメリカの大学に籍を置いていてニューヨークでしばしば竹中と会って語り合っていたと人物はこんな話をしている竹中さんも私も地方の公立高校出身で、うん、有力な人脈みたいなものを持っているわけではなかった、うん、そういうところで気があったんだと思います 日本では政界でもどこでも世襲がばっこしてるけど私あ彼も私も2世とか3世は好きじゃなかったえ我々はアメリカに来て最先端の学問をやっている我々が日本を変えなきゃいけないそんな話をアメリカではしていたんだと思いますと言って市場の透明性ということを徹底するんだと言って名約を交わすんですよで。つまりこれアメリカ時代に僕らは遡らなきゃいけないわけで彼のアメリカ時代ってのはやっぱりいろんなことがあるんですよねこれ読む限りは。で,いろんでもね もうね後ろ暗さを彼どっかずっと引きずってるのはつまりねあの顔見たらわかるように明るくないでしょ <laughs> でまあじゃちょっとまあ文学者のよたことと思ってこう聞いてください、はい、明るくないんですよで絶対モテないんですよでもうモテてるやつこっちいるわけですよそれずっと見てたんですよあ<ー>そういうタイプですよでそのタイプがずっと指くわいながらいいなと思ってどうやったら出世できるんだろうと思って入ったのが日本開発銀行という、うん まあ、会議というふうに言われている政府系のね、銀行ですよ。で、そこで、結局彼は出世できなかった。出世でき、そりゃそうですよ、あの顔ですからね。えっと、営業ですから、営業能力ないんですよ。ほんでもって、ダメだったんで、結局、まあ、窓際とまで言わないけども、まあ、要するに、そういう。研究室にこう押し込められるわけ。で、研究室に押し込められた時に、ふと上を見ると。そこで、一生懸命書いてる人がいるんですよ。つまり、本をね。で、その本を書くことによって、正解にこう橋渡しをしてもらっている人を見るわけ。そうか、この。 この手があると、言ってこっちに近づくんです。<う>で、その時も彼のやり方っていつもああそうか自信がないんだなってのがつくづくわかるのは、例えば彼第一志望がね、一つつ橋大学なんだ、はい、だけど第一志望がそうなんだから、これったんだからいいじゃんと思うんだけど、そこから彼の自己紹介の時の言い方がこうだっていうわけ。え、1969年入学の一つ橋大学ですって言うんですよ。これ意味わかんないでしょ？意味わかんないです。何もかんないでしょ？はい。なんと東京大学は一年間 入試をしなかった時あるんですよ。それが千六十九年。そういうことです。<ー>つまり千九百六十八年がものすごい学生闘争で安田講堂とかまあ燃え盛ってですね。その時に結局入試ができなかった。はい、でその時に優秀な人間が横国とか、あれ一橋とかまあ東高だとかいろいろこう。めっちゃ受験大変だったけど、受かったよ。ってことですね。でいや本当だったら東大行ってたいアピールなんですよ。いらないじゃんそれ。<laughs> まず確かに。はい、いら。 お前何なんだっていう話なんですけどこれをやっちゃう男だってことをどっか覚えておいたうん、つまり自信がたっぷりある人間じゃないってことですよ外に何かを置いてそこで自己規定をし大義名分を勝ち取ってから何かをしゃべんないと自信がないやつですでもう一つだけ言っていいそれでアメリカ行って、はい、アメリカ行ってね研究するんですよでペンシブルニア大学の客員教授と一緒にこう研究するんだけど こいつが、ね、ものすごいこう経済データをこう分析するわけ、はい、いや当時あんまりコンピューターとかなかったから、はい、大学の大きな機械を使うのだけでも大変だったんですよでそれを全部彼がやってくれたわけそれと共同研究していっぱい本書いて本っていうか論文書いてたんだけども、まあ、大した論文じゃないんだけど書いてたとでそれをまとめて本にするときになんと彼はその共同研究者に一報もしてないんですよへ彼の研究成果をほとんど使って作った本に彼の名前は1行もない 入れないと同時に、えー、なんと彼自身がそれを知らなかったんですで彼のまあ勤めていたその宇沢興文さんのところがある一緒にグループがあったらしいんだけどそこに憲法が送られてきて、はい、そこで手に取った時に宇沢興文がほらこんなものを武中君が書いてるよって言った時に彼知らなかったからそこでま崩れたとしかも泣いたっていうんですよそれぐらい黙ってるわけ<ー>これ普通人間のやることじゃないですよ、うん、つまりねそういう後ろめたさずーっと引きずってるわけ、うん そういう男が真実で内面的に整合性を持って語るなんて絶対ありえないですよ。うん、ということは常に今今今今何が受けているかそれだけ見てます。でしかもね重要なのは財政出動に対して竹中平蔵はあの消極的だって言われてますけど実は一時違いますからそうですね、うん、そこも重要なんですよ。日米構造協議の時に えー、アメリカが年次要望改革書と出すんだけど、はい、その中で430兆円の質をしろって言ってるわけ公共投資やりながらやでアメリカがんでアメリカが言われなきゃいけないんじゃないけど俗 <laughs> だから俗だからで言われた時になんと430兆円の,その財政出動をするべきだと彼書いてるから当時はですよ、はい、で竹中しかもっと言えば小渕政権の時からすでにちょっと入ってるんですけど彼はその時も財政出動論者なんですよ<ー>でもう小泉ぐらいになった時に完全に手のひら返すわけ で完全な緊縮になるんですよつまりね彼の言ってることの一貫性って何もない、うん、え褒めてくれる人が変わったらそこにゴロニャンするんですよだからスネオなんですよじゃ緊縮に変わる時にはその褒めてくれる人みたいなの変わったんですか変わったんですそういうことです <laughs> で褒めてくれる人はずっとアメリカなんですけどただ、うん、アメリカさんはなんで褒めてくれるかっていうと財政出動するってことは国家の力が強くなるからということはつまり構造がきちっとなるので、はい、入り込む余地がなくなっちゃうわけ。う,ん、そうアメリカの金融資本を入れ込むということに戦略転換した、うん、えっときに彼らは構造改革主義になるわけ。でできるだけ銀行解体し、うん、多分ねこれも一緒だと思うんですけどあの銀行の再編とかね中小銀行、はい、中小企業の再編もそうだけど再編するってことは 一度ガラガラポンしますからガラガラポンした時に入り込む余地が出るんですよこの時の入り込む余地を作るために構造改革するわけで実際皆さんご存じの時みずほ、えー、っと今なんだっけみずほと三菱 UFJ それから、えー、三井住友三井住友今この三大メガバンクプラス理想なんかちょっと入るかなぐらいの感じでしょこれ昔むちゃくちゃあったじゃないですか、うん、あの同じ名前の銀行一つもありませんでしたバブルの時、えー、全部統合再編で変えられてったんですけどそうです でこの統合再編したの誰かって竹中ですからいそうで統合再編するときに全部外資入れてますからでそのためにはしかももっと言いましょうえっ、ー、と理想な銀行潰しましたね、はい、あれ潰す必要全くなかったんですよ。え変潰すんですね。2002年か3年ぐらいでしたっけ4年かぐらいだったかだったと思いますね、うん、はいつまりねそこまでして変えて何したいのって言ったときに、えー、ゴールドマン・サックス入れたかったとか <laughs>。 あるいはそのことによってあのつまりアアメメリリカカを入れれててに撫でられたかったってことなんですよ。うん、としか思えないというかそれしか整合的なな一貫性が持てない。だからねつまりロマン主義者ちょっと話変わっちゃうんですけどロマン主義者ってどこどこから自由になってっていった時にどこどこへ自由になるってこれセットで語られるんですよ、はい、僕ね竹中平蔵も実は菅義偉でもそういう顔してないけど実は本当は根っからのロマン主義者だと思ってるわけ。うん、でどこから自由になるのかもちろん日本から自由になるんですよ。 そしてどこへと自順なるのかアメリカへと順になるんですよ。これを徹底した男たち、これが1950年代前後の世代にたくさんいるわけ。<ー>で彼らはまさに60年代のあのなんかな、ね、混乱の時期を経て、はい、そしてこんな日本は嫌だと、はいはい、本当に思ってアメリカ化しようと思ったんだと思う。その時のアメリカってどんな感じだったんですか。えっと、ね、それはねれ輝かしいアメリカっていうのがまず彼の頭の中に一つありますよ。60年代だから。うん もちろん70年代あたりでちょっと衰退するんだけどそこでもう一回ねあの構造改革まさに彼らがしてでこうもう一回成長していくんですけど、うん、その時に彼らも一緒にこう成長していくわけなので彼らの頭にはいいアメリカしか多分ないと思います<ー>うんです。 アメリカもめちゃめちゃグローバリズム、まあ、今日本がやられてるのは国内でやってったと、はい、それを見てたわけでしょ、うん、多分竹中とか菅義偉とかはそう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 ,そう、はい、あじゃあ憧れてるアメリカがやってるグローバリズムってすごくいいんだって思ってこれはやっぱりねそういう意味じゃ戦後の問題なんだと思うんですよ。うん、つまり台米中毒って大げさに聞こえるかもしれないけどやっぱ GHQ でここまで相対化されて。 でこれちょっとエマニュエル・トットの話を聞いて、ね、面白いなと思ったら少しご紹介するとね日本ってあの長,子長子家族なんですね、うん、つまり長男が家系をずっとついていくっていう,うん、うん、でそういう家族ってあ直系家族っていうのか直系家族ってお兄ちゃんがやっぱ偉いんですね、はい、でこれ面白いことをこうエマニュエル・トットの翻訳者の堀先生堀茂木先生が言うんだけど、はい、つまりね戦前はお兄ちゃんやったんだって言うんですよ日本は。でお兄ちゃんやったんだけど結局お兄ちゃんできなくて、うん、で潰れちゃったと。 で潰れちゃった JHQ に来た時にお兄ちゃんと思ったんですよ JHQ に。<laughs> Q <を> <laughs> そうすると完全に弟メンタリティーになるんですよ。<ぁ>で日本人は弟メンタリティーももちろんあるわけ。だってそうですね弟いるわけだから。はい、で弟は必ず長男に対してある種こう従順であるというでああの従順であるということがある種こうなんつかな自分の真面目さとか<ぁ>あるいはその言ってることの心理性の担保になるわけね。だからこれも堀先生の話で面白かったのは。 民主党政権があんんんだけダメににななななった時になんでみんな許さないのかあれは弟のくせに失敗しやがったからなるほどだけど自民党に対してなんでこんな長期政権なのかあ,<ー>あれお兄ちゃんだからだと言。といですでも日本国家全体のお兄ちゃんは誰かとでうとアメリカなんですよだからある種日本人のメンタリティーを凝縮してダメにしたものが <laughs> こう竹中平壮だったりするわけ。 といううここを考えた時にににれはーメランのように私に返ってくるわけつまり日本人が何が弱くてどこを強くしたらいいのか、はい、何を自覚するべきなのか、うん、そういう問題にも多分ね返ってくる議論だと思う,う日本人論ですよある種の。というのはね言っときたいかなと。ということでですねまあ菅義偉竹中平蔵という2人の人物から、はい、まあこれまでの日本を解き明かすということを、はい していただいてますけどこれまあまさにこの世代が今権力握っちゃってますね世代交代待つしかないのあるいは世代交代したら助かるのとかですねっていうことですよね、はい、でこれじゃ最後にいいかな、はい、時間的なんであれですけどあのこれもちょっとトットの話で付け加えるとねトットってあの表面的なその経済思想って50年単位で変わるって言ってるんですよで。 考えてみたら、えっとね、新自由主義ネオリベラリズム、はい、まあ緊縮的な思想ですよそれいつから始まったかって1978年と言われてるそうです、うんでまあ、大体そのあれですよ小平とかレーガンとか、はい、サッチャーとかその時代ですから70年最後、まあ、80年と考えても分かりやすいからいいかもしれない、はい、それから50年っていつですか2030年なんそろそろなんんでですす。よ。そそそろろ。う で実際その後足音はもう聞こえてるでしょうアメリカがあのざまで,、はい、でヨーロッパがあのざまで、はい、グローバリズムが完全に失敗してるということは分かりだした、はい、でも次にどこに行くのかよく分からない、はい、で本当にこれはダメだったんだという確信にまで多分なってないし今まだあと10年かかると同時に10年後に何が起こるのかっていうのは前回お話したことを思い出してもらいたい、はい、つまり年前後に GDP でで中国がアメリカを抜くんですよ<ー>この時に何が起こるかです。 はい、もうすでにアメリカはだとしたらグローバリズムによってあの超えさせた中国に対して甘くは出ないでしょう。ということはどうなるかというとしかもこれ伊藤寛先生が時々言うんだけど今ねアメリカでは、えー、トランプ主義的なもののもっと強硬化したものをもっと頭のいいやつがやってるという,うで今トランプは相当頭が悪かったんだけども、えー、っと今や頭のいい共和党員がいっぱい出てきて。 この人たちがトランプ主義的なものを本気で戦略化しようとしているで、彼らが次のバイデンの次に出てくるとしたらどうなるか。グローバルのは完全に息の根を止められますよ。うん、で、その時に私たちは多分中国に着くのか、いや着くのかってはありえないけど、中国を目の前にしてでアメリカさんもお前どうするんだって言ってくるはずですよ。うんうん、その時に自分たちの主体的意思で立てるかどうかが多分10年後あたりで問われる。うん、そこに向けて今どれだけのことが用意できるかを皆さんで一緒に考えたいと思います、ね あのね、YouTube とか、はい、SNS 系っていうのは、まあ、国民分断ツールみたいになっちゃってるんだけど一 <laughs> つ希望があるとしたらやっぱり YouTube から情報を得る人たちって若い世代多いじゃないですか。はい、でこれあの例の「め組」の誓いの映画の時に、えー、せあの監督さんが話されてましたけど、はい、あプロデューサーかプロデューサー、はい、松村さんか話されてたけど、はいうん、若い世代が知っているってことはその世代の考え方がこれからずっと続くってことなんですよね。 で、まさに、菅義偉とか、竹中平蔵は、若い時の考え方で、そのまま大きくなってるから。それとイコール、日本の衰退というのが、続いちゃったってこと。なんですよ。はい、<だ>そういうこと、ですはい。これ、なんか、キーポイントだと思う。うん。はい、だから、ね、同時に、だから、僕らは、何かに、とらわれちゃいけないんですよね。うん。あの、とらわれずに、柔軟に、はい、時に緊縮だってあるかもしれないけど。だ、それも含めて、柔軟性をどう取り返すか、ということ、を今の若い世代に。共有したいですね。そ,そうすると、これから数十年は、彼は生き続けるわけなので。はい まあ変わる可能性は高まりますよねと。私たちの世代とかってことです、ね。あれあれもっと下でも構わないですけどもね。えー、まあ皆さんの世代でしょうね。一番損する世代ですね。えー、そうですか？過渡期ですから。でも先生方が教えて私たちに教えてくれないと意外とやっぱそのさらに上の世代のそういう自己責任系が強いから。うん そ,うですねそっちも続いちゃうかもしれないうもうあの方々あと20年ぐらいしたらなくなるから <はい S 1> <laughs> <laughs> 別に世代構想とか世代論したいわけじゃないです<は>いただ現実としてやっぱり我々の、うん、特に今の権力を握ってる層っていうのはめっちゃめちゃ個人主義でしょうね、うん、で自己責任のでそれでなんか口では「日本の,きょあの絆」とか言い出すからやらないんですよ本当に、うん、その辺って何なんですかもう後ろめたじゃないですか どうなんでしょうねだからさっきも言ったように自由競争することが日本にとっていいと思っているので自由競争個人主義イコール日本になっちゃうんですよん <laughs> それがなんかよくわからないイコールでしょうだから共同体の概念っていうのが多分ちょっと違うんでしょうと、ね、いうことでしょうね、うんはい、コロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが日本はこれからどうなっていくのか重大な議論に立たされている日本はこれから何をすればいいのかそのようなことを解説した書籍が 三橋高紀の2021年第二次世界大恐慌と日本の危機ですこちらの書籍は書店では購入できませんこちらの QR コードまた概要欄からお買い求めくださいいつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。